はい、またまた大きなニュースが入ってきました。大手の取引所コインベースなんですけども、まあ、コインベースってのは最近私もねよく話題に出す、非常に、信頼のおける取引所なんですけども、このコインベースがヘッジファンドから200億ドルを預かっているという報じられております。200億ドルってね、単純に110円かけてみてください。もう兆の単位で話が始まっているのが暗号通貨業界ですよね。しかもこれ一つのヘッジファンド、一つの大手、取引所ですよ。コインベースさん一つがですよ。だからコインベースさんにいきなり超の金額が流れ込んでくるだけで、まあ、どういうふうな、ね、出来高になっていくのかってことが予想されますけども、相当だから200億ドルを預けるほどの信用されるコインベースというね、ヘッジファンドからも注目を置かれるところなんですよね。でコインベースは今月からカストディーサービスを開始しました。コインベースは今月初めに大規模な機関投資家向けのカストディサービス、これがね資産保管サービスなんですけども、コインベースカストディを開始したことが報じられています。コインベースすごいとこですね。もうこれだけのものを預かるわけですからね。でコインベースが提供するカストディサービスはアメリカ証券取引会、SEC の基準に準拠した ATC というブローカーを通じて提供されているため十分な安全性が確保されているということです。今回のコインベース社の決断に対して、まあ、いろんなコメントが、ね、出ているということですけども、これちょっと見てみましょうか。まあ、この辺はね私いつも取り上げないようにしてるんですけども、ここですね。今回のコインベース社の決断は同社の仮想通貨取引所の存在を考えれば矛盾した利害関係が生まれていると。これはかつて証券会社が運用と保管という2つの役割を1つに統合しようと試みた際に SEC が指摘されたことを思い出させるということで、まあ、注意を喚起されるね内容というふうに取れますけども、まあ、何にしてもですねコインベースという取引所にヘッジファンドからのお金が預けられたと。まあ、これが直接ですね暗号通貨どうこうってことにはならないかもしれませんけども、ただまあ、無関係ではないということでね、非常に大きなニュースとして取り上げられるんではないかなと思います。まあ、びっくりですね。このタイトルだけでももう十分お腹いっぱいって感じですよね。それでは今回は以上です。失礼します。